爪入る？ぐじゃぐじゃだ。苦労して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 。2023年11月の5日でございますよ。先ほどね、来年芋を撒く畑にハウソイラ入れ終わりました。お疲れちゃんでございました。ということでね、これね、今年度苦労して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 、そして苦労して苦労した芋の畑でございます。もう収穫はあとね、今はもう嘘のように良い天気が広がっております。穏やかでございます。この畑ね、野良芋対策ということでね、こうやって芋落ちるんすよ。ポロポロっとね、落ちてます。まあ表面出たやつは凍ってしまうんですけど、この中にもねあるんすよ、残ってるやつがね。それでこれローラーかけるんです。その後雪割りもするんですけど、ちょっとこれデコボコなんで爪は入れる必要ないんですけど、これデスクぐらいかけてね、平らにしてからローラーかけたいなと。あとね、水がねじゃんじゃかじゃんじゃか流れるんで、もうこれ小麦バターにもどんどん流れ込むんで、ちょっとデスクかけたいんですけど、爪はいらないと思うんですけど。ところがこの枕ね、これちょっと硬すぎるんです。カッチコチ、ここだけちょっと爪を入れておきたいなと思っております。でせっかくねハウスオイラーついてんで、この枕はかけちゃいたいと思っております。ここの補助角度もちょっと違うんでね、入れ替えますというか入力し直します。で4駆、オート4駆はね、なんかババババって切れる時あるからオート4駆しないで、デフロックはオートにしておきます。いや水溜まってるな、これどうしよう。あららららら、ら爪入れとくか、これどうします。やめとく。溜まってるとこはトラクターで踏まないようにちょっと迂回しますか。ごったことになるよねこれね。入れちゃうか。入れちゃいます。あ、硬いから大丈夫だ。はい、それでは1番押してスタートでございます。よいしょよいしょ、重たがっておりますが、ゆっくりかければね M7 パワーあるんで全然大丈夫です。枕だけかけちゃいます。いやーすごいね、もうガッチガチですよこれ。それでも引っ張るんだから大したもんだこの M7 ね。もう一発でこのカチカチを割ってくれております。柔らかくなってます。はい、反対側のマグラ来たんですけど、これ自分で掘った側溝が水たまりでトンボが卵産んでます。これ爪入れなきゃいつまでたっても引かないよねこれね、トンボの群れが。入れちゃうか。 M7 で引っ張れるならちょっと爪入れちゃいたいと思います。なんかあんまり痛めたくないんだけどね畑ね。カッチンコッチンなんで入れちゃいましょう。水溜まってるけど、ペッペッペッと4駆入れてと。ゆっくりかな、あんまスピード出せないねこれね。いっちゃえーと。まあ引っ張るからすごいわねこの機械ね。 M7 スポッとはまったりしてねこれね。そんなことはないと思うんですけど、硬いからね。おーっつったわ。うわーって、うわーって言ってます。ぐちゃぐちゃですが入れてます。硬いから走れるっちゅうか、硬いから水溜まるから、もう入れるしかないっちゅうことだねこれね。なんか蛇行し始めました。いやーぐちゃぐちゃだ、仕方ないから入れてます。はい、これねちょっと水溜まってたとこバッテンクロス掛けしましょう。めんどくさいけど、はい、深く入んないんでね一回じゃ。この GFX っていうのはこのバックする時もちゃんと GPS 聞くから楽だもんね。はい、もう一回縦横にかけまーすよと。あ、これだ、完璧だね。はい、いい感じでーす。はい、ハーフソイラー外しまーす。油圧下げてー、ラララララっと。トップリンクもね、てっと。これだな、ガチャガチャ。よっこい、小一と。トップリンクを外します。ガシャコと。おい、ガッシャンと。オッケー。デスクをつけましょう。オーライ、オーライ、バックオーライ。これが一発で入れれるようになれば大したもんでございますが。なんか傾斜になってるでこれね。カーボンアップじゃない。おお。いいえ、引っかかったよ。ロアリンクをロックして、ガッシャンと。油圧を下げ切ってから、トップリンクを。よいしょ。伸ばしだね。はい、ガシャン。オッケーでーす。燃料を入れときましょう。はい、ビーッ。燃料入れてる間にグリスぐらい入れましょう。ガッシャンガッシャン。はい、燃料も補給してグリスアップも完璧にしましたので、先ほどハーフソイラーを入れた芋跡の畑にレッツラーゴーでございます。それでは畑に着きましたので、オートデフロック4駆、サスペンションはロックで、でもってねこれ GPS のこの設定が全然違いますよ。これ多分入力してないな。デスク単独で使ったことないんで、
新規にしてデスクがね 3m なんですよ。あ、でもちょっと重なった方がいいから 2m90 ですか。 2.9 にします。で、左右をセットで、これね、右にメモしたんですけど、右に30だね。これで多分いい感じでいけるかと思います。これオフセット右30じゃないね、ちょっと多すぎるね、これね。 0.2 にしてみますか。 0.2 でもダメだね、これね。ちょっと 0.1 でいいのかな、また調整です。 0.1 にしてみますよと。はい、だいたいね、右のオフセット10センチでいいんだね、これね。なんで以前は違ったんでしょうか。ちょっとメモを書き直しておきたいと思います。びっくりしてる保湿剤塗ったから顔がテカテカだねびっくりしてるねフリフリして、フリ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 ーって、フリフリー、まだわかんないよね、こうやってフリフリー、そうそうそう、フリフリー、上手上手すごい、カメラ目線ありがとう。気になるね、見えてきたんだね。おお、上手上手大丈夫、見えてきたんだね、嬉しいね。おー、上手上手。上手だねー。上手上手。